4分の1の価格、めちゃくちゃコスパがいいパリパリ肌を救ってくれた。本当に肌の乾燥がなくなったの。안녕하세요나이님입니다。皆さん、本格的に夏がやってきましたね。そして夏といえば大敵は日焼けですよね。日焼けした時に肌が乾燥するっていう方いませんか？もしくは長時間外にいた時とか、私も日光に当たってから顔がパリッパリするなって思って鏡見たら、乾燥で目の下の小じわが目立ってて驚愕したことあります。夏って乾燥のイメージが薄いと思うんですけど、日焼けと乾燥って大きくリンクしているんですね。じゃあなんで日焼けをしてしまうとお肌が乾燥してしまうのかって言いますと、それはズバリ紫外線が皮膚のバリア機能にダメージを与えるからなんですね。バリア機能が十分に作用するからこそ、私たちのお肌の潤いっていうのは守られているんです。それが日焼けによって壊されてしまうんですね。あと夏に肌が乾燥しやすい原因は紫外線以外にもあってから、それは汗なんですよ。汗でお肌が潤ってるように勘違いしやすいんですけど、大量の汗をかいてしまうことによって汗と一緒にお肌の潤いの成分が失われてしまうので、お肌が乾燥してしまうんですね。でなんかベタベタするし、スキンケアもさっぱりで済ませちゃうっていう方すごく多いと思うんですけど、今すぐそれはやめた方がいいです。ここで私が最近使っている夏のダメージを受けやすいお肌にぴったりな超おすすめスキンケア類をドワッとご紹介させていただきたいと思います。もうお肌がねツルンツルンツヤンツヤになっちゃうから、皆さんポチの準備しといてください。口中にない。まずは皆さんにこれだけは絶対に逃してほしくない、もう絶対に使ってほしい、ここ最近でトップにやばい、本当に一押しな美容液からご紹介したいと思います。それがこちら、コスアレックスザビタミン C23 セラムです。こちらは名前の通りビタミン C セラムなんですけど、私昔はね美容液の必要性っていうのがいまいちよくわからなかったんですよ。でも韓国人ってめちゃくちゃ美容液大好きなわけ。肌綺麗な人を真似るのが一番の近道じゃないですか。とはいうものの、私ってなんか美容液使うとすぐ吹き出物出ちゃったりとか、なかなかね自分に合う美容液ってすごく少ないわけですよ。こちらは肌荒れせずに使えたんですね。なんと弱酸性なんですよ。弱酸性のビタミン C セラムなの。なのでビタミン C セラムが肌に合わないっていう方とか敏感肌の方でも安心して使っていただけると思います。あと一番注目すべきポイントなんですけど、こちらはですねピュアビタミン C の含有量なんと 23% なんですね。たった3-4% でもビタミン C セラムって言って売ってるところもあるぐらいなので、この含有量の確認ってすごく重要なんですね。例えばビタミン C セラムで有名とこといえば、まあ、オバジだと思うんですけど、オバジは 20% の含有量で、まあ、1万円超えなんですよ。こちらは2300円、4分の1の価格、つまりめちゃくちゃコスパがいいってことが分かりますよね。さらによ、ビタミン E まで含有されちゃってるんです。ビタミン E が入ることによってビタミン C の効能をぐーんと引き上げてくれて、さらにアンチエイジングにまで効果があるんですね。つまりこれ1本でよ、毛穴、シミ、ハリ、キメやシワ合わせて5つの効果を得られちゃうんです。特に夏は紫外線によるダメージがありますよね。シミとかシワ気になりますよね。もうとにかく今の時期にすごくぴったりなわけです。しかも酸化防止のため少量のオイルが入っているとこもすごくて、だけどベタベタする感じは全くないんですね。注意点は購入後は冷蔵庫保存で開封後2ヶ月以内に使用するようにしてください。はい、じゃあ次、これまためちゃくちゃおすすめで一群スキンケアに仲間入りしたトーナーなんですけれども、コスアレックスフルフィットプロポリスシナジートナーです。これもやばい。紫外線で私の肌がパリッパリだったの、本当にパリパリで、こちらはそんなパリパリ肌を救ってくれたトーナーなんですね。これを使って本当に肌の乾燥がなくなったの。こちらはプロポリスエキス72.6% 配合されてるんですけど、プロポリスって肌のバリア機能を強化してくれるのと肌の生まれ変わりを促進してくれるんですね。だから常に若々しいお肌にしてくれるのと、シミをできにくくしたりとか抗菌効果や抗炎症効果もあるのでニキビにも効果があるんです。とろみはあるんだけどね、ベタつく感じは全くなくて、スッと馴染んで奥までしっかりとね保湿してくれるんですよ。奥までしっかりと浸透してくれる
るから次のスキンケアの浸透率までぐんと引き上げてくれるんですね。でこちらも低刺激なので敏感肌の方でも安心して使っていただけます。次はこちらコスアレ X フルフィットプロポリスウルトラライトアンプルプロポリスライトアンプルです。こちらは集中ケアしたい時にプラスアルファで使っているんですけど疲れたお肌をね健康にしてくれるんですよ。疲れたお肌ってくすんでくるじゃないですか。これを使うとねお肌にツヤが出てからお肌を元気にしてくれるんですね。ベタベタする感じはなくてしっかりとね奥まで浸透してくれるアンプルになります。2つあるんですけどしっとり派ご希望の方はこちらのライトアンプル、こちらは結構もっちりねっとりしたテキスチャーになっています。でも全然ベタつく感じはないです。でさっぱり派はウルトラライトアンプルがおすすめです。こちらはすごくねみずみずしい感じのテキスチャーになっています。もっちりしっとり乾燥っていう方はこちら、サラサラさっぱりっていう感じがお好みの方はこちらがいいかなって思います。こちらのアンプルもプロポリスエキス 72.6% 配合でとにかくねもうお肌がパリッパリ乾燥っていう方、もう乾燥がとにかく気になる方におすすめなのと、あと肌を健康にしたい方とかニキビや肌荒れの集中ケアとしておすすめなアンプルです。スキンケアの順番はまずはトナーパッドから。これもおじさんの絵の時からずっと愛用してるんだけど久々に使ったらめっちゃいいね。でもビタミン C セラムを使う時は高配合で刺激が強くなるのでこういう角質ケアの商品と一緒に使用しないように注意してください。でその後トナーでしっかりとお肌を整えてビタミン C セラム、プロポリスセラム、最後にプロポリスクリームでしっかりともっちりとお肌を締めてあげます。これで夏の紫外線にも負けないツヤンツヤンなお肌になれちゃいます。購入は Q10 や楽天でも可能になりますので詳細はすべて概要欄にありますのでそちらをチェックしてください。今年中にチャンネル登録者1万人を目標としています。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。クラーンウリンターメマンだよ。